どうも、佐野一郎です。初心者になる前の空手講座、今回第7回目、実際に中段突きというものをね、それまで細かく細分化してお伝えしてきました。突くというところを前回やったと思います。今回はじゃあそれに加えて立ち方を意識しましょう。今回立ち方はちょっと足元を映しますね。立ち方は、ちょっと離れます。こういう立ち方、平行立ちと言います。平行立ち。つま先をね、外に開かずに、内側に締めるではなく、まっすぐ立つ、ね。感覚としては、足を内側にちょっと締めて立つぐらいの感覚で立つと、ちょうど平行立ちになると思います。まあ、最初慣れるまでは、ね、感覚って言われてもわからないでしょうから、目視で確認して、つま先が開いてないか、ちゃんとまっすぐになっているかを確認して立つといいと思います。立ったらもうこの後、動かさなければね、この立ち方が崩れることはないので、この平行立ちのまま、やることは前回と同じです。前回と同じ中段突きをやるので、まだ中段突きのね、この突き方意識できたいよという人、ね、立ち方はもうここで決めてしまえば足気にする必要ないので、手だけ意識して集中していきましょう。はいよー、やること前回と同じです。1、今回は立ち方、平行立ちが加わっているだけです。2、もう立ち方を決めてしまえば、あと手の動きだけ。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、直りましょう。今回は、中段突きに加えて立ち方、平行立ちという立ち方も意識してみました。次回はね、膝をちょっと緩めて立つんですよというところまで意識できるといいと思います。次回そういうのをやりましょう。ありがとうございました。